SPL 日本全国30都市に店舗展開を成し遂げ、あまたのホストが在籍する巨大ホストグループ。2023年2月某日、 SPL 東京エリアのホストたちが一堂に会す。2022年最も輝かしい成績を収めた男たちがその栄光を称えられ、ユナイテッドディアーズからも多くのランカーたちが登壇する。栄光の舞台にカメラが密着する。2022年度月間エリア最高記録の表彰をスペシャルアンバサダーの方から表彰していただきます。それではお願いします。イエーイ。アンバサダーとして登場したのはブレイキングダウンで話題沸騰の男、バン中村。まず SPL グループの皆さん、東京エリアの方、はじめまして、久しぶり、バン中村です。さっきまであのブレイキングダウンの因縁の相手との煽り食いを取ってたんだけど、そう、重視させてこのままこのねスペシャルな会、すごいエリートの集まる表彰式があるって聞いたんで、バンアンバサダーとしては先日ちょっと大阪にお邪魔したんですけど、こちらのエリアの方にちょっとまだお会いしなかったんで、ぜひ僕もちょっと参加させてもらいたいってお願いして来させていただきました。よろしくお願いします。この後ね、組数の最高だとか売り上げの最高の発表をちょっと僕の方からもさせていただくんですけど、まず初めてホスト体験っていうのをこの SPL グループの大阪の方でやらせてもらって感じたことがちょっとあるんで、でそれについてちょっと話してから表彰させてもらいたいと思います。ホストっていうのをちょっとやっぱ世間ではなんかこう女性を騙してるんじゃないとか、ちょっと勘違いしたこう意見っていうのも多々あるとは思うんですけど、これはあくまで僕のもちろん見解ではあるんですが、ホストっていうこの業界、これは本当に究極のサービス業だと俺は思っていて、ディズニーランドに等しいというか、商売ってトライアングルでできてるんですよね。だいたい喫茶店とかであればマスターがいて、ここにコーヒーが1個あって、それを飲む人間のお客さんがいて、ありがとうの代わりにお金を払うって仕組みが基本商売、僕がやってる商売もちょっとあるんですけど、そういうのも大体それ間に必ず物が挟まるんですけど、このホストとか、まあ、まして夜の業界、まあ、ましてやこのインフルエンサーの業界もそうなんですけど、生身の人間のホストの方たちがいて、そこに姫たちがいて、生身の人間がいて、それをまた動かす裏方の運営の方たちという生身の人間、要はみんな生身なんですよね。でこの生身の人間が生身の人間にサービスをして、で生身の人間に感動を与えて、生身の人間がありがとうの代わりにお金を払うっていうこの仕組みを本当に成し遂げれる人間っていうのは、正直どの業界に行っても俺は成功すると思ってて、これが俺からのまあ思いというかリスペクトする一番の部分でして、このホストの方たちに対して、だからやっぱりこの SPL グループ、その裏の控室での僕への対応一つとっても、思いやりだけじゃなくて立ち振る舞いから言葉の使い方、その歩く一つ一つの動きまで必ず気を使ってらっしゃるっていう意味では、そこら辺のサービス部よっぽど気合入ってるし、よっぽど根性入ってるから、そこの部分はまさしくこれからも誇りを持って精進というか、これからの皆さんの夢に向かって頑張っていただきたいなっていうのは僕からのご挨拶と含めた言葉とさせてもらいます。ありがとうございます。はい、この東京エリアのその組数の発表を行いたいと思います。2022年度 SPL 東京エリア月間最高組数の1位は蓋はアルト。月間指名本数1000本を記録し、ホスト界の歴史を大きく塗り替えた蓋はアルト。あなたはエリートです。はい、おめでとうございます。これは、9月度の多分1000本の時のやつなんですけど、まあこれはね、YouTube でも詳細を発表している通り、600人以上が本数付けによる記録です。まあキャッシャーチェックっていう人もいると思うんですけど、僕でもそれ以外の300本以上を自分の姫たちが来てくれて、作ってくれました。と話すことちょっと考えてたんですけど、バン中村さんの衝撃が強すぎてちょっと飛んだんですけど、
まあ、この記録は自分のお姫とやろうよってお姫が提案されてやった記録です。歌舞伎町で誰も達成してない4桁っていう数字をこのグループのルールだったらできるってことで僕のところでやろうって始まったところです。まあ僕じゃないとできなかったかどうかわからないですけど、その本数付けをしてくれたお姫が、まあ、多分歌舞伎町で最強の本数付けできる子だったのでこれが達成できたし、僕が組数に集中できるように売り上げを支えてくれたお姫がいなかったらできなかったし、でそんなことをしている中でも組数に協力するために毎日毎日来てくれたお姫がいなかったらできなかったです。ユナイテッドディアーズ1回ね、1択以外全員僕の択みたいな状況になるようなそんな月でした。そんな中でもみんなヘルプで僕のことを助けてくれて、誰もね文句言わずユナイテッドディアーズのみんなが支えてくれました。むしろ応援してくれました。僕のせいで時間制がたくさんかかったと思います。それでもみんな文句言わず応援してくれました。もう本当にみんなの協力のおかげでこの記録を達成できました。世間ではインチキだのただの数字だけの記録に何の意味がある言われました。めっちゃアンチコメントめちゃめちゃ多かったです。まあ、正直ちょっと心が傷ついたんですけど、でも僕のお姫たちは全員がそれを誇らしいって言ってくれて、あ、僕縦に行くこと怒らない人なんですけど、縦に行った時とか私の担当千本の人だよって言ってくれて、僕のお姫であることを誇りに思ってくれてます。みんながあの記録を達成して笑顔になってくれました。世間がどう思ってもいいです。僕のお姫たちが笑顔になったんで、それで良かったです。本当にありがとうございました。次回、SPL 東京エリア、ユナイテッドディアーズがつかみし栄光をお届け。お見逃しなく。